かと人気が爆上がりしているボッシュに対するみんなの反応集。ではどうぞ。この時もボッシュ近くにいたんだね。矢印この辺にボッシュ。本当にこの辺にいた。お分かりいただけただろうか。アムロさん強火オタク兼歴史の立ち会い人。おい誰やその美人。トロワルドよ中佐、ありがとうございます。マジでボッシュグリプス戦役からの生き残りのヤバいベテラン説が具現化してしまった。よかった、いたんだボッシュカラバの姿。この子ら画像ほぼ正解だった。ダカール演説真っただ中でジジェの近くで戦っていたボッシュ概念マジだったと。かつて敵同士として戦った連邦とジオンが誇る二人の伝説のエースが肩並べて未来を語り合う新時代を予感させる一コマ。そんな時間が経たず破壊するのであって。ボッシュ、そういうことはキリマンジャロを生き延びたボッシュ。幻覚が現実になろうとしている。人は同じ過ちを繰り返す、を聞いているかもしれないボッシュ。後で報告で聞いたのも含めてこれだった。ボッシュが本当に歴史の立ち会い人になった。本当にグリプスの時点でいたんだと感動している。カラバカラって本人が言ってんだから当然っちゃ当然の描写のはずなんだけど、何か空想が現実に侵食してきてるみたいだな。カラバカラとは AF90 だと第一ネオジオン紛争の時のジムさんの話だったんで、グリプスからの付き合いはファンの妄想でしたが、今回のでいよいよ間違ってなかったと。アムロの横にいるボッシュ目線の可能性。ボッシュ、アクシズショック。ラストロンと、ベル、ボッシュとアムロでこういうのみたいな。ジータ戦挟までいる矢印この辺にボッシュ。ウォーリーならぬボッシュを探せ。カメラを引くとボッシュ、何ならこのアングルで撮影しているのボッシュ説。相引きしながら隊を撮影しているボッシュ。近くにボッシュ。アムロの近くにボッシュ。共同幻覚だったグリプス戦役時代のボッシュが本当だったことが判明しました。こうアムロのそばで彼を見守って共に歩んできた事実が明らかになるたびに、ボッシュが暴走して万雪をめちゃくちゃに汚したのが悲しい。言うてもロンド、ベル自体ネオジオン戦争の頃に比べたら万雪汚しまくってるからな。アムロのこともあるけど、命がけで戦った時を思えば思うほど怒りを覚えることは理解できちゃうんだよね。第3次ネオジオン紛争やその後再現されて第13艦隊になりマクティ動乱を終えて、さらにその先、フィルター分厚すぎて本質が何も見えてなかった男の暴走だからどうしようもねえよ。むしろ直視しちまったからでは、いろいろと見すぎて根元に何十ものフィルターが重なり合って認識が歪んでいった。ボッシュである意味シリーズ伝統の仮面の男、悪の一面がある自他とも見えない仮面をかぶっていた男。指南樹にも見える F90 の赤い色は大気圏やサイコフレームの光説に触れた時の触説も考察でありましたね。 F90 火星独立ジオン軍使用手アムロの背中を見続けたボッシュの人生を表しているよな。幻覚が進行してくるボッシュとめっちゃ気の良い人がレムソンで頭おかしくなる。RF ケンプファーというピンポイントでペッシェを曇らせる機体、悪魔の力。カミーユが壊れていく様も見届けてたのかな。キリマンジャロで頬の亡骸と共に帰還とかは見ていても、その後カミーユたちは宇宙へ上がり、ボッシュはおそらくアムロと地球に残ったので、後で UFO艦隊の顛末を聞いてそう。弱っていた頃のアムロとの初対面が気になってきた。ボッシュたちの命運を決定づけたと言ってもいい。ったりリガジの謎拾われないかな。アムロの近くでトロワルド予算と飲んでいるボッシュ。本当にグリプス戦役の頃からいたのか。グリプスだけで香港やキリマンジャロやダカールやニューギニアを生き残っている男になりそう。そりゃこれだけの激戦で生き残ってるなら、あれだけ強いのも納得だわ。乳がんはほんのちょっとだけだったので、おそらくロンド、ベルの恒例行事はアムロのリガジから逃げれるかっていう訓練がありそう。ボッシュの実力が判明すると、ボッシュよりさらに強いことが改めて認識されて格が上がるケイラトレズン。ボッシュですら乗りこなせないピーキーなリガジに乗れるケイラ、はっさまじい。やっぱ UFO の女性制服エッチだって。
ちょくちょくファスタイルで来ている人がいる。アムロさんのジータにもしかしたらボッシュも乗っていたかもしれない。ネモに愛機だったジェガン。ボッシュ、そういうことは。ボッシュ、アムロさんのことを思い出して目つきがおかしくなってる。ハサウェイと同じ症状が出ている。エンゲージのカードはこれじゃないにせよ、これ並に闇の深いものになりそう。ニュート F90 火星仕様がオーバーラップしていそう。編成用にボッシュ、これは元エコーズとかいそうですね。水の星愛を込めてでアムロの横にボッシュ。本当にジータのモブキャラだったボッシュ。美人といるけどボッシュ本人も美人さんも明らかにアムロかシャーの方見てるのくさ。それぞれの推しを見守るボッシュとトロワルドよさん。妙にいい感じがある距離感。メビウスの輪を超えてが似合うボッシュ。同僚女性は等に盛んになっているのに体を誇示し続けるボッシュ。おそらくジオン軍出身だったらバーニー同様か士官スタートで士官学校卒じゃないから盛んになれないのかもしれない。身構えている時に死神は来ないものだボッシュ。いつ見ても尊厳破壊が過ぎるシーンになってしまって乾いた笑いしか出ない。命を懸けて戦った仲間たちの場所が堕落した交換の溜まり場までに落ちている。スマンがみんなの命をくれから30年以上経つと。夢であってほしい。アウド村にボッシュいる光景は公式なのでもっと見たい。後ろにボッシュ。じゃあ、大君。って一瞬違和感覚えたけど、クワトロ大社大君の実施までは分かっても、本名キャスバルは本人かセイラさんから聞いた人に聞かないと分からんのか。ダカール演説の後押し活をするボッシュ。ボッシュさん。アムロの近くにボッシュ。これを生き延びてるのか。仮にキリマンジャロ攻略に参加していて無傷で帰還しているか、もしくは被弾し撃墜されていてもコックピット等の爆発する可能性のある箇所は当たらず不時着して帰還しているってのもありそうで、カラバからアムロについてきた言っている以上参加してない可能性は低い。後方支援で戦闘してなかった可能性はないとは言い切れないけど、少なくとも死んだり、傷が残るような大怪我はしてなかったってことだから、画面に映ってないだけで、シャーとかのナーリと数秒つばぜり合いしたとかあってもおかしくない。アムロの部隊ってジェリドのバイアランと何回か交戦しているので、それも切り抜けていることになるボッシュ。これを聞いている可能性が、今回は以上になります。このチャンネルでは機動戦士ガンダムについてのみんなの反応を紹介しています。動画制作のモチベーションになりますので、興味を持った人はいければ高評価、チャンネル登録、コメントをよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。